よし、今日もやっていく。眠い。胎盤をやる次やるたびに首が痛いんだよね。むちゃくちゃ首振ってるからだな、多分。ひどい筋肉痛です。今日寒いよね。疲れてるんだけどね、元気ではあるんだよ。むずいよね、その塩梅。台湾は全部出揃いましたな、これにて。今日はいっぱい寝ます。ゴールデンウィークの予定？ゴールデンウィークっていつまで？ライブでしょ？ライブでしょ？帰ってきて一日、まあでも制作だね。ゆのさんのオレンジ最高です、ありがとう。俺が言うのもなんだけどねえ、ほんとありがたい話ですよ。 YouTube 見てくれたと思うんですよ皆さんね。めちゃくちゃ嬉しかったな。台湾ね、北海道行きますね、ついに。なんかこうギザギザみたいになってるね。今年アイコンタクトのツアーないです、すいません。今年はアリーナツアーで、もう今年はツアーをやらないスタンスになっております。ね、いろんなとこ行ってたくさんライブもしたいんだけど、1日が48時間ぐらいあればね、イベントとかはね、多分出るかもしれないですけどね、ツアーっていうのはもう多分難しいかもしれないね。お兄さんもね、お兄さんも結構シビアですからね。兄さんは当落出てるからね、もうね、うん、予定を決まってるかどうかっていう話で言うと、そのやっぱりね、全部細かく決めたいんだけどね、あのイレギュラーないろんなのがやっぱあるんですよ。でそれの調整をしたりとか、まあ、あとはその何事にもやっぱり準備っていうのは必要なんでね、あのその準備期間を設けられるかっていうこともやっぱり大事になってくるわけですよ。
ぶつけ本番でできることとできないことがありますからね。しかもやっぱりどうせ皆さんの前で何かをやるというのであれば、ある程度ちゃんとこう考えて詰めた上でやりたいじゃないですか。だから簡単にね言えないですね。やっぱね、どこも行くとか何でもやりますっていうのは、ね、難しい。うん。昨日はサウナ行きました。なんかサウナにはまるはまらないみたいなのよく言われますけど、あのあれですよ、疲労を取るというあの意味で言ってるからね、そもそもは。うん、だからみんな行くさ、そりゃメンバーは別に言ってないだけで言ってるメンバーもいるだろうし、俺はただ言ってるってだけだ。意外とみんな言ってるんだよ。サウナ中何してるかって、僕はその頭の中の整理をねしてます。昨日は歌詞書いてた、頭の中で。で、1セット終わる間に考えて、水風呂入ってで休憩で一回こう外に出て、戻ってくる時に覚えてるかどうかっていうね、覚えてれば自分的にはいいフレーズなのかもしれないということでの記録に残すけど、忘れて、それでなんかってなって忘れたら、まあ、その程度のものだったということで忘れます。岩盤浴とサウナはね違うよ、厳密には。温めるという意味では一緒かです。どのくらい入るかっていうのは本当にね、体調によるセット数も分数も本当に全然違う。昨日はあのライブ終わりで発熱がすごかったんで、発熱あれ体のね、なんかもう本当にあの普通にぼーっとしちゃって、多分体温上がっちゃってんだよね。だからそれをこうだからアイシングするんですけど、みんな運動してる人そうじゃないですか、アイシングするじゃないですか。アイシングも兼ねて、ちょっと冷ための水風呂に長めに、まあ、特に下半身長めに入ってじゃないとね、あの夜ね足熱くなっちゃって寝れないんだよね。ムズムズするやつ、足がもう熱すぎて。で立川の時それで寝れなかったんだよね、サウナ行かなかったから。アイシングすればいいんだけど、アイシングするの忘れちゃって、だから水風呂でやりましたけどね。だから我慢します。だから結構そういう日はね、うんガガガガってなる。
果が良くなる。アイシングのでいうと広がった血管を縮めてあげるという作業です。だからサウナもそうだけど、広げっぱなしで出てはいけないんですよ。こうじゃない、こうしたみたいな。氷水プールに飛び込むみたいなのあるじゃないですか、いわゆるそういうことですよね。ここ黄色のリングですね、珍しいよね。クラッパさんのライブ一人で観戦して大丈夫です。やっぱでも俺も一人で行ってたからね、人のライブの方が見れるしね。なんかこうなんだろう、知り合いと言ってももちろん楽しいけど、集中したいじゃない、見ることに。そういう時は一人の方がねいいですよ。何も持たず。本来そういうもんでしょう、音楽とは。聞きに行ってるわけだから自由なわけで、何を持ってかなければいけないとかそういうのないからね。クレバさん、いや恐れ多いわ、恐れ多いですよ本当に。僕というか、まあ僕の世代はみんなそうじゃないですか。もうレジェンドですから。五月病になったことは、五月病ってそもそもどういうことを指すんだっけ。なんか忙しくなっちゃって参っちゃってみたいな感じだっけ。あんまりちょっと五月病の内容を把握してない。時計の音鳴ってますね。カズキの種コラボしてほしい。カズキくん、でもクラポの兄貴がカズキの種でやりたいことあるかもって言ってたかも。ね、ディールね。TikTok とリールはほんとさ、みんなすごいよほんと。ごめん、匂わせてない、ごめん、語弊があるね。別に勝手に言ってるだけだから、別にやめて、余計なこと言ったね。ただただ頭の中でぐるぐるしたこと喋ってるだけです。
ファッションリールっていうのはどういうやつ？なんかあれかい？くるくる回ったりするやつ？やめて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 、いろんな勝手に言ってることをそんな広げないで、みんな。ギャップの服、俺そういえば最近ヴィンテージっていうか、その古着のギャップでめっちゃ可愛いなって買おうと思ったら売り切れてた、はぁってなったことあるね。やっぱね、ためらうと良くないよね。そういう時はもう素早く行こうって思った。こいつの時のワッフルみたいな服どこだ？あれはね、白のやつのことか。だよね、ワッフルっていうと。あれはね、クラスっていう、クラスじゃない、あれプールバイクラスの方かな。あんまり置いてないんですけど、はい、ちょっとなんかマニアックだっていうと、なんかその作ってる人がマニアックみたいになるから、あんま使いたくない表現なんですけど、僕は好きだから。ただそうだね、いっぱいどこでも置いてるかっていうと置いてないブランドというか、日本人の方が面白い、すごい、服をたくさん作られる方で、僕はすごいファンなのでよくね買います。デニム、今日履いてるデニムもそう、クラスはすごい好きです。でもたまにもうどうやっても着れないっていうやつがたまにあるんで、それはもう泣く泣く諦めてます。サイズ的にの話とかね、あれですけど、ドメです。フォローしましたって出るけどさ、どういうことなのかな。フォローしてないのにライブしてるって上がってくるのかな。俺あんま仕組みが理解できてない。フォローしてくれてる人にはさ出るじゃん、ライブって。だその人たちがこう見に来るのは分かんないけど、これを今見てフォローするっていうのはどういう流れでフォローしてくれてんだろう。謎がいっぱいだね、 SNS は。ライブを見てフォローしてくれてんだけど、フォローしないとライブって上がってこないでしょ。そうそうそう、だからさ、アイテムの新作が春、まあ夏でもいけるようにはしてるんだがな。あとはもうあれだね、地域にもよる。だって今日もめっちゃ寒いしさ、ほらみんなフォローしました、フォローしましたってどういうこと？たまたまライブ見て気になってくれてフォローしてくれてる人がいるってことなの？そういうことなの？どういうことなの？どういうこと？別アカ、あ、違うアカウント。たたきやグループ。りょうちゃんがお兄さんのところが来ました。おかしいのよ。うん。入り、どっちかっていうと俺だからね。たたき屋グルーヴ最近全然会ってない。今たまたま見つけれたね。俺すげえ、いつも知り合い見逃すのに。すげえ、りょうちゃん持ってんな。わざと1個フォローして、あ、一旦フォロー外してからフォローする。ああ、
ほう、そうするとどういう効果があるの？フォローしましたって出るからってこと？ザ・ファースト見て好きな場所ありがとうございます。恐れ多い。キャッチーだよね、やっぱのっぽくんの振り付けは。あ、いやいやいや、エイルちゃんのラッパートップラインもすごい特徴的だからわかる。いやね、ほんとセンスの塊だわ。名前が出るからってこと？でも俺さ、名前呼ばんだりしないじゃん。こんなこと言ってもめっちゃ失礼だけど 俺がさ、その何々さんどうもありがとうとかって言うんだったらさ、それやるのわかんだけどさ、読まないじゃん俺。けどそれやる意味あんの？それを注目するからってこと？そんなことでさ、みんなフォロー外し、みんなフォローし始めるね。やめて。コメント見れなくなるから。ちゃんと見てるよ。コメントはもう見てますよ。ビーファのメンバーに似てる子いないでしょう。いないんじゃない？うん。みんなそれぞれ違う良さがあるよ。クラックポットさんからハマったんですか？それって珍しいんですか？はあ、珍しいかどうかというとどうなんでしょうね。マナト君がちょっと似てる。ああ、それ言われたことなくもないけど俺は分からん。すごいびっくりした。 ブン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 ブーン。名前呼びしないのどういうこと？もうちょっとわからないことがいっぱいあるよ。あと4分ぐらいかな。今日パリピな音ってもパリピエルフさん来るからね。ギャルの音でしょ今日は全部。アンドロップさん好きでありがとうございます。嬉しいです。僕も内田さん大好きです。本当にこれの行きたい旅行先、それはもう今日の放送で言うから待って。待って。キックボクシングいいですね。ダンス以外だと、まあ、
スキーやってたんで、スキー、あとバスケもやってたんで、バスケですかね、一番楽しくできるのは、どっちか。マモ。マモ、おはようございます。おはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。おはようございます。よろしくお願いします。あ、すいません。アリンスライブをやってました。すいません。全然です。始まります。ノリです。さようなら。終わりました。終わりますよ。